はい皆さんこんにちはひろしのオジーニュースチャンネルです。えー、今日はですねヤフーニュースを見ていたらですね、えー、こんなタイトルが飛び込んできました、えー。東京は手遅れに近い検査抑制の限界を認めよう。 えー、WHO 事務局長側近の意思が継承っていう、ね、タイトルなんですけどね。えーまあ、WHO 時典ね、ちょっと僕、ヒロしはですね、この WHO の字を見るために最近は腹立たしいんですが、まああのね、一応 WHO 事務局長がね、東京はもう手遅れた、検査抑制の限界を認めろと、ね、検査をこれ以上抑制するのにはちゃんと検査しろというような感じですかね、なんかちょっとお前らが言うなっていう感じはするんですが、まあとりあえずですねあの、本部を全部読んで、えー、そのあたりにね、ヒロしなりの見解を述べさせていただければと い、えー、いただければと思いますちょっとね長丁場なんでねあの早送りとかして聞いていただいた方がいいかもしれませんでもしくはねリンクも貼ってお,りおきますで広ロシのお前の読んでることなんか一時聞いてられるかバーカっていう人はですねリンクがこの、ね、下の概要欄に貼ってありますので是非、えー、見てみてくださいじゃあ読んでいきますはいえー、っとですね、えー、緊急事態宣言は効果薄い、えー、対策強化なしでは死者は数十万人にもっていうね、えー、ことですね 7、えー、都府県に緊急事態宣言が出されました、えー、日本政府のこの措置によって新型コロナウイルスの感染拡大の収束は期待できるのでしょうかということです、はい <laughs> えーえー、東京は宣言すべきタイミングから1週間以上遅れてしまいました、えー、この差は大きいですそしてこの緊急事態宣言に効果があるかどうか疑問です、えー、それは先日話題になったグーグルの位置情報をもとにした人の移動データを見れば明らかで 東京は自粛ととってもほんんど効果がありませんでした、えー。欧米ほど在宅勤務は増えてないし飲食店には依然として人が集まっています、えー、これまで日本政府はパニックを抑えるために今までと変わりはないということを強調していたのでしょうがそれは逆効果だったと思いますと、はいえー、日本の現状は手遅れに近い日本政府は年うさロックダウンは不要と言っていますが、えー、それで80%の接触減は不可能です、えー、死者も増えるでしょう 対策を強化しなければ、日本で数十万人の死者が出る可能性もあります。英国のボリス・ジョンソン首相は、ボリス・ジョンソン首相は短いテレビ演説でとにかく家にいてくださいと訴えました。NHS 国営医療制度を守り、国民の命を守るために危機感の共有とシンプルで強いメッセージが必要だったのです。 えー、それを意識したかどうか分かりませんが、8日夜の安倍晋三首相の記者会見は、今までになく素晴らしかったと思います。本当、えー、明確なメッセージを伝えることができたのではないでしょうか。本当なるほどね、えー。都市封鎖、ロックダウンは必要ないという政府の方針は間違っているのでしょうかと、はい、やっていきましょう。 どうもロックダウンは絶対に外出禁止というイメージがあるようですが必ずしもそうではありません国によってさまざまなロックダウンのやり方がありますが基本は外出の禁止です、はい、日本は法的に強制的な外出禁止にはできませんがロックダウン中の英国も同様に外出禁止を強制することは困難です 罰則といっても、えー、それほど大したことはなく、えー、騒いでいる人がいたら警官が注意をする、えー、それでもひどかったら30ポンドの罰金です、えー、その程度なんです、えー、それでも人々は外に出てはいけないと認識していて、えー、それを守っている、えー、なぜかみんな危機感を共有しているからですということですね危機感の共有は確かに大切だよね、はいえー、重要なのは社会的隔離をいかに効果的にやるかということです ロックダウンは経済、社会に大きな影響を与えるものです。そういうことを考えて、ロックダウン的な手法を取ることが難しかったのだと思います。欧米の例では、最初は社会的隔離をやったが、結局うまくいかず、ロックダウンをせざるを得ないというケースが多いです。なるほど大都市でのクラスター対策は破綻。3密のメッセージは妥当性に疑問ということですね。3密ダメなんですかね。はい 政府は2週間後に感染者数をピークアウトさせて引き続きクラスター対策を強化する方針を掲げていますはい現在のような外出の自粛をベースとした緊急事態宣言によって2週間で感染者数がピークアウトするとはとても思えません2週間後でも感染者数が増え続けている可能性さえあります、はい すで、えー、に大都市でのクラスター対策は破綻しています。これまで PCR 検査数を抑制し、クラスター対策のみを続けていましたので、市中感染を見逃してしまい、院内感染につながってしまっています。今まさに院内感染から医療崩壊が起き始めています。ははいなるほどね、えー、国は検査数を増やせば 感染者が外来に殺到してて医療崩壊が起こると言っていましした。うんうん、えしかし、ここまでの流れは全くの逆です。検査をしなかったから、市中感染を見逃して、院内感染を招いているのです。うんうん、なるほどねえ。そもそもクラスター対策の中で出てきた3密、密閉、密集、密接を避けるべきという指針についても、これだけに固,すえ固執するのは危険です。3密は1つの仮説です。 クラスター対策の限界を認め方針を転換しない限り感染拡大は止まりませんということですね。なるほど。まあどうなんですかね。日本ってほら、まあ、かなり今感染者数も少ないっていうけど、それはじゃあ検査をしてないから、あえてしないからけん、ね、お前のところは全然感染者数が少ないんだ。本当はもっといるぞっていうことですかね。うーん、まあ、ちょっと違うか。ちょっと広ロ頭はバカなんでね。お前そういう読み方するってね。言う人がいたらちょっと意見くださいね。これはこうだろうとかね。<laughs> 広ロ本当ほんと読み間違えることが多いんで。はい。 これまでのクラスター対策については感染が広がっていない初期段階では非常に有効でした感染者が少ないときは検査数を多くする必要はないし北海道などでは感染経路の特定コンタクトトレースも比較的容易だったからです しかし、東京のような大都市ではそれは非常に困難です。えー、3密だけではなく、えー、ドアノブや荷物など、何が経路となって感染が拡大しているかわからないこともあります、うんそうだねえー。韓国や台湾、シンガポールでは検査をどんどん実施し、アプリを使って感染者とその周辺の人々を追跡しています。一方で日本では検査数は増やさず、保健所からのファックスのやり取りでコンタクトレ、えー、コンタクトトレースも全時代的な手法です。ファックスなの、えー、メールじゃないんだ。 えー、疫学の手法が昔ながらのやり方つまり人海戦術が基本となっていますなるほどね、えー、世界で3密と言っている国はありません、えー、もちろんその条件が揃うと感染のリスクが高いというのは正しいと思いますただそれ以外にも感染の可能性があることは考える必要があります、えー、海外では基本は社会的隔離で全ての感染経路の、えー、可能性を含めたメッセージを継続しています 若者クラスター、夜のクラスター、3密などという事象ばかりにフォーカスする日本のメッセージはその妥当性に懸念が残ります。なるほど、まあ、日本はまだパチンコとか規、ね、制してませんからね、はいえー。ロックダウンは不可避、えー、医療崩壊はすでに始まっている、はあはあえー、緊急事態宣言の効果に疑問が残りロックダウンもしない日本では感染拡大を止められないということでしょうか。 このままでは止められないでしょう。ロックダウンのような社会的隔離政策を取らなければ感染拡大は止まりません。その先にあるのは医療崩壊です。医療崩壊というのは具体的にどういう状態なのでしょうか。定義はいろいろありますが、2つのことが言えます。1つは患者の急増で医療のキャパシティを超えることです。検査反対派は検査をすることで患者,が患者が病院に殺到することを懸念していました。今後は検査ををすするるかかどうかを議論する前に 感染者が急激に増えて軽症も含めた患患者者が殺到しし重症患者を救えなくなくるでしょう、えー、もう一つは院内感染などで医療提供側が医療を行,な、えー、行えなくなることです院内感染で病院が閉鎖されると救急も閉鎖され新型コロナウイルス感染症以外の死亡者数が増えていきますこれは困るな、えー、実際には後者、えー、の医療崩壊が多発していくでしょう今医療の現場から悲鳴が上がっています これは検査をしてこなかったことの弊害です。うーん、なるほどね、えー。検査に関してはおっしゃるように検査数を増やすことに対して疑問の声があります。うん。えー、WHO 世界保健機関は一貫して検査と隔離を徹底するように言い続けています。うーん。 <laughs> なんかこう言うとね本当かなとか思っちゃうけどね、えー、日本はその原則を徹底しませんでしたもう今からそれをやるしかありません他にチョイスはない、えー、検査と隔離をきちんとやった国であっても第2波第3波が懸念されていますふんふんまあ、なんか WHO が言うとなお前が言うかっていう感じになっちゃうんだけどねはいすいませんでした、えー、結局社会的隔離やロックダウンを繰り返しながら検査と隔離を徹底して感染拡大を抑えるしか方法はないのですワクチンができるまでかなりの時間がかかりますもうそれ以外に方法はないのです 日本では検査と隔離を徹底せずに感染が爆発的に増加して医療と社会が崩壊する危機的な状況です。あ緊急事態宣言の対象外の地域でも対岸の火事と考えていてはいけません。 交通を遮断しないということは人の移動が可能で人の移動とともにウイルスは広がりますロックダウンしないということはそれはもうどこに行ってもいいというメッセージです人とウイルスの動きを止めることは非常に難しいそれを想定して対策を立てるべきです、まあ、WHO も最初はねあのなんかなんだろうねあの流通を止めちゃいけないっつってねガンガンなんか武漢から人出るの推奨してたよねうんごめんなんかいつもちゃちゃ入れちゃうのが広ロの悪い癖なんだはい えー、もちろん医療と社会の崩壊を目の当たりにしてロックダウンに踏み切ったら経済はより甚大な被害を被ります、えー。それでも多くの国ではロックダウンをやっています。それはロックダウンを後にすればするほど被害は甚大になることが分かっているからです。えー、だから早期のタイミングでやると決意したわけです。えー、アメリカでは死者10万人という試算もあります。 アメリカでは何もしないと死者が100万人を超えるという推計が出たためロックダウン的政策に至りました社会的隔離を2ヶ月続けて410万人規模に抑えられると予想されています先ほど言いましたように日本の緊急事態宣言では自粛ベースであまり効果はないでしょういずれロックダウン的な政策をせざるを得なくなりますその際には休業保障などもしっかりとやらなければなりません えー、ロックダウンはやるかやらないかではなく、やるしかないということです、えー。本来であれば4月初めにロックダウンすべきでした。今からやっても遅すぎますが、やるしかない段階です。うん、なるほどね。 えー、スウェーデンなどの一部の国はロックダウンせずにうまくやっていると評価するメディアがありますが欧州はもともと在宅勤務がすんごく進んでいますロックダウンしなくても家にいるわけです日本はどうでしょうかあれだけ自粛しろと言われても在宅勤務は9%しか増えていないと言われています欧米各国とは働き方の方が比較になりませんとなるほど、ねはい、指揮系統をはっきりとさせ検査を増やし医療従事者を守れ、えー、今から日本はどうするべきなのでしょうか 日本はクラスター対策にこわってしまいました水際対策とクラスター対策で国内ま国内蔓延を防ぐことができるという考えがその根本にあったのでしょうしかし市中感染と院内感染がこれだけ広がってしまえば水際対策をやっていてもほとんど意味はありません空港で PCR 検査を大量にやっていますがリソースの無駄です市中にどんだけ感染者がいるか院内感染をどう防ぐかが今最も重要です このパンデミック、世界的流行はすぐには終わりません。数週間、数ヶ月間で終わるはずはなく、えー、収束には年単位の時間が必要でしょう。人々はウイルスを強制するせ新しい生活に慣れていくしかありません。なるほどね。ウイルスと強制か。うん、ね。今は戦争や大災害並みの国難です、えー。想定内で準備,を準備をしていてはダメ。 英知を集めてやり直すしかない。そうでなければ、このウイルスとの戦いに敗退するしかありません。敗退したくねーえー。ただ、核戦争後の世界とも違います。全く外に出られないということ、えー、全く外に出られないというものではありません。今までの常識は通用しないということです。新しい生活に適応するしかありません。えー、まずやることは3つです。1つ目は政府の指揮系統をはっきりとさせる。 今は官邸や危機管理室、専門家介護、厚生労働省などバラバラです。2つ目は検査数をしっかりと増やす。3つ目は医療従事者への防護服の配布を徹底して彼らを守ること。医療が崩壊したら日本社会は持たない。ねえー、個人としてできることはあるのでしょうか。今はとにかく外出をしない。 えー、今はとにかく外出をしないことねこれ重要ですね、えー、そしてよく手を洗うことですこれ重要ですね、えー、いわゆる3密を避けることも有効です運動は距離を保てれば1日1回程度なら全く噛まない、えー、よく寝てよく食べて運動するやれることはそれぐらいでしょうということで、まあ、各ご個々人のね努力が必要になってくるということですねはいすいません長々とね失礼いたしました、えー、ということでね、まあ、WHO のね AC がね えー、こんな感じであのいろいろ日本に警鐘を鳴らしてくださって、えー、大変ありがたいことでございます。はい。まあ,あの本当にね、今のコロナ騒ぎでですね、まあここだけの話、まあここだけというか他の放送でも言ってますが、広島はちょっとあの今仕事がほとんどない状況でして、ずっと家にいるんですね。まあ,あの外に出ちゃだめだということであの、ちょっと取引先の方でねあの、コロナの感染者がいたということで、まあ,あの、まあ、ほらあの、大元がコロナとかになっちゃうと、その下請けとか孫請けとか、そういうところがどんどん仕事がなくなっていくんですよ。だからまあ広島手取り12万 5000の荷物運びのおじさんなんですが、えー、見事に直撃しております。早く30万円が振り込まれるといいなと思ってますが、えーまあ、100万円以下はですね、あのなんだ、えー、100万以下じゃねえや、えっ、ー、と、何だっけ、えー、と年収が、えー、年収じゃないや、月収が8万円以下じゃないとね、えー、なんかもらえないとかね、いろんなニュースがあるんで、さあどうなるかなという感じですね。まあ、あの市役所というか、区役所というか、そういうところに問い合わせてもね、まだ何もわかんないということですので、 今後どうなるかかでですすよねねまあとにかくです、ねまああの,今のままだと東京はやばいぞって言ってるんですが WHO って結構逆張りなんですよね WHO 最初は大丈夫大丈夫パンデミックは起きないし、ね、中国はすごいし何も起きませんよ素晴らしいですよって言ってたけど結局世界を巻き込んだ大混乱を起こしてしまったので、まあ、WHO がね、えー、こんだけ大変だ大変だっていうことはその逆張りとしたらですねもうすぐ収束するよっていうことなのかもしれませんけどまあそれはあんまりちょっと可能性は低いかなまあでもねちょっと個人的なヒロシの思いとしては W WHO がね、こんだけ大変だって言ってるんだから、もう終わりも近いだろうって思いたいですよね、本当に思いたいなと思います、うんあの。本当に皆さんね、今家から出られない人もいるし、仕事もなくなっちゃった人、ね、仕事が減っちゃった人あの、本当にコロナかかっちゃった人、ね、体調が悪くて心配な人いっぱいいると思いますけど、まあ、本当にね、 あの皆さん、あんまり混乱せずにね、あのみんなで仲良く、あのみんなに力を合わせてね、この作業を乗り切っていくしか方法はないと思いますね。はいあの、まあ、広志もね、かなりちょっとこの前、のどかぜひいてあの、ちょっと鼻水も出たから、ちょっとかなりびびったんですけど、あのちょっとまあ病院に行きまして、あのすみませんあの、一応大丈夫でございました。 あの本当に今不安な日々が続いているあの、本当に今ね、不安な日々が続いていると思いますけど、ね、あの、まあ、ちょっと広島もできることつったら、まあ、動画こうやってニュースとかを紹介する程度なんですけど、な本当になんかもう、なんかもう、レベル1以下のできることなんですが、あのみんなと一緒にね、ちょっとあの、コロナの今回ね、このコロナ騒ぎをね、みんなと一緒に戦っていければと思いますので、ね、あの、皆さん一緒に頑張りましょうねね、はい、絶望せずにに、ね、みんなで一緒にね。 あのこう元気に楽しく、ね、日々を乗り切っていきましょうね。はい、すいません。動画最後まで聞いていただきありがとうございました。ね、長々とごめんなさい。ということでね、今日はこのぐらいにしておきます。あのもしねあの、チャンネル登録とかね、していただければ、あのこういうねあの、ニュースをやる励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。であのコメントくださいあの。皆さんがこの件に関して何を思ってるか、ヒロシはいろんなコメント読んで、本当勉強になっておりますので、あのみんながね、何を考えて、どんなことを思っているのか、ヒロシに対して、ヒロシ、お前の言ってることは、 間違ってるこのバカ野郎とかねそういうのもすごい参考になるんであのぜひですねいろんなコメントを書き込んでくださいヒロシ盛り上がるの大好きですはいでは今日はこのぐらいにさせていただきますみんな一緒に頑張っていきましょうねはいでは失礼いたします